こちらの住宅街の一角に現在発掘調査が行われている大江遺跡群があります。大江遺跡群で発掘されたのは奈良時代に作られたとみられる建物の跡です。大江遺跡群は奈良から平安時代の集落が密集する貴重な遺跡で、大和朝廷の下で作られた役所があったと言われています。遺跡はまあまあですね、出る区域じゃあとでしょうね。なんかやっぱりデッドがいないぐらいは見に行ける。また新たな発見があるかもしれないんですけどね。どうなんでしょうか。今回見つかったのは建物3棟分33基の柱の穴。柱の直径は最大で60センチメートルもあったと推測され、周辺からは炭化した米などが出土していました。このことから建物は役所に納められる稲を保管する焼倉とみられています。今回奈良時代の宅間郡というエリアでの発見になりますので、今後宅間郡のエリアでの政治的な部分を考える上で非常に重要な発見であったと思われます。今週末には一般の人向けに熊本市が現地説明会を行うということです。